こんにちは、ミートです。昨日たくさんお買い物をしまして、で買ったものがまずお米を5キロと、あとは豆乳のバナナ味と、あとアモンドフィッシュ、ソフトサキイカ、マーガリンのバターロール、バナナ、生ドラと、マウンチパックの31のベリーベリーストロベリー味と、1日分の鉄分のヨーグルトと、なんかブラックサンダーのグラノーラが出てたんで買ってみました。デコラブと、あと自動ディッシュパッドの詰め替え用スプレーで、スポンジ、キッチンブリーチ、これ安くて48円とか50円しないで売ってて、洗濯ホース、洗濯ピンチ、四角い、あれの洗濯バサミのところが、でもパキパキ割れちゃって、でも干そうと思って、で洗濯バサミを掴むとパキンパキンって、もうどん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 割れていっちゃって、でもそれくらい多分2年以上は使ってるんで、新しいのをドンキーで買ってきました。2個です。同じやつが2個。なんかここ行ったところのドンキーができて2周年記念ってやってて、これ安くやってたんでこれにしました。いくらか忘れちゃったけど安かったです。あと、ちょっと前に、ちょっと、ゲオでレンタルをしたんですけど、これは取らないでいようかなと思ってたんですけど、とですね、借りたものが、漫画を3冊と、あと、DVD が3つなんですけど、DVD はマクロス、これ前、新作で借りたのに見ないで返しちゃって、で今旧作になってたからもう一回借りました。あと5年後のラブレターっていうのを借りてみました。で漫画なんですけど、中学生日記の1、2と、あとは彼女と彼女のお泊まり映画っていうのを借りまして、結構これが面白かったです。こういう、なんでしょう、友情、女子2人が映画を借りて、で金曜日に一緒に見るっていう話になったんですけど、なんかこういう、なんでしょう、友達と過ごせる時間ってやっぱり大人になったらもうその時は当たり前と思ってたけど、もう一緒にね過ごせなくなるし、自分の生活の方が大事になってくるから、本当にどうしても期間限定だなと思いながらちょっと読んで、これが私こういうのが好きだなと思いながら読んでました。とこれをちょっと食べてみます。どういう感じなんだろう。31アイスクリームのベリーベリーストロベリーをイメージし、いちごジャムをブレンドしたストロベリークリームをサンドしましたって書いてあります。あ、匂いがなんかいちごジャムの匂いがします。おお、ちょっと割り方汚いですけど、これピンクないちごジャムです。甘めのいちごジャムって感じで、美味しいです。豆乳飲みます。これどうやってやるのかな。これを上に刺して飲むって書いてあります。
私思えばこういう大きいの初めて買いました。いつもちっちゃいやつは飲むんですけど、あシールを剥がしてくっついてたやつを、あ面白いです、こんなちゃんとこうやって2つキャップ付きです。これを刺す、おへえ面白いこういう感じです、面白い、こうよくできてる、あへえちゃんと注げるんだ、すごいな、へえすごい、これ他から出てこない、バナナ美味しい、ラックサンダーグラノーラサンダー食べてみます。こういう感じです、美味しいんだけど、なんか普段のブラックサンダーってどんなんだったかなと思いながら今考えて食べちゃいました。2個買って比べればよかったな、うん、でも美味しいです。洗濯が終わったみたいなんで洗濯していきます。